トヨタ自動車のトヨタアキ男社長の長所短所はどのようなところだと思いますかえー、あでもあの間違ったことをそんなに言ってはいないと思うんですよね優秀か無能かでいくとあの超優秀とは思わないですけどただあのポジションできちんとトヨタは回しているのでただうーんなんか多分そのトヨタキ男さんが本当に回しているのか周りの番頭が回しているのかちょっと分かんないんですよね。 あのまあ、その例えばガソリン車も無理だよねっていうのは多分トヨタが言わないと日本中理解しないと思うんですよ。でトヨタ自身ももう分かってると思うんですよねガソリン車で世界中で売るのは無理だよねっていうのは。でその回として水素自動車っていうのを一応開発してますけどいやあれ無理っしょっていうのも多分薄々気づくと思うんですよね。 その仮にトヨタと日本が水素自動車と水素ステーションを作って効率良かったとしても世界中はそれに乗ってこないんですよ。あの例えば F1 っていうスポーツあるじゃないですかあのすごい速い車がレースをする世界で一番速い車のレースですってなってるんですけど日本が有利になるとルール変えるんですよ。 その日本のエンジンが早いってなると、じゃあルール変えますっていうので、ヨーロッパとかの自動車メーカーが有利にやるように、どんどんルール変えていっちゃうので、なので今、ヨーロッパっていうのは電気自動車がメインだよねっていうなって状態なので、ここで水素って便利だよねっていうのを出しても、ヨーロッパは、あうちそのルールで水素とか無理、あの水素とか無理なんでっていうので、結局使えなくされちゃうと思うんですよね。なので、そこらへんの政治力っていうのがもう日本には ヨーロッパとアメリカ相手にしては持てないので、なのでそこでスイスとか行ってもしょうがないよねって思ったりします。